まだ夢を見ているのだろうか。これが現実とは思えない。スタート地点は同じだった。河川が起こした奇跡だね、これ。別々の道を歩み、だって呼ばれてないから、ふざかせん。最後には同じ場所にたどり着いた。めちゃめちゃウケてた、ここ。これね、めちゃめちゃ盛り上がってた会場。まあ、これがまず、もう去年の WCS です。去年のあの伝説的な WCS の決勝の動画、 T1 のフェイカーは4度目のチャンピオン、 DRX のデフトは初めて世界大会決勝。この2人が同じ高校の同級生なんだよね。同じ高校の同級生。デフトは早くからスターだったフェイカーの陰で活躍する選手だった、ずっと。それであのセリフがあるんだよ。別々の道を歩み、最後は同じ場所にたどり着くっていうのは、そういうとこから来てる。で、デフトが高校時代の写真を見てる、これは。本当は僕にとっての初めての世界大会の決勝みたいないう話をしてて、それを全部スタミさんのバージョンでやりたいと。で、デフトの高校の時の写真をジャガイモ野郎の時の写真にしたい。最初このワンアンドオンリーやりたい、決勝の動画やりたいって言った時に、なんかレンチキュラーの写真みたいなの持たせてたんだけど、いや、ジャガイモ野郎にしてくださいって言って、ジャガイモ野郎にしてくださいって言ったらレンチキュラーのやつで来てから、いや、ジャガイモ野郎にしてくださいって言って、もう2回言ってジャガイモ野郎だった。ちなみにこの撮影はあの朝の7時半集合でクソ眠いです。このジャガイモ野郎の写真っていうのが、スタミさんは日本にフェイカーが来た時に、フェイカーに質問しようっていうコーナーで、僕今ダイヤモンドで止まってるんですけど、どうやったら抜け出せますかってフェイカーに質問したら、フェイカーに僕はダイヤモンドで止まったことがないのでわからないですって言われた時の顔、これ。それでその後に韓国のリーグオブレジェンドの掲示板みたいな、ネットの掲示板みたいなところで、フェイカーに失礼なことを聞いたこのジャガイモ野郎は誰だって言われたところから、これジャガイモ野郎って言われてる。別々で、この右腕なんだけど、スタミさんはここの右腕の血管を浮かすためにめちゃくちゃ腕立て伏せした。急にこうやって眠ってーとかこうやって見てたら、急につって筋トレして、一回取ってちょっと待ってくださいって言って、またもう一回クッつって腕立てして、これで血管を動かしてた。で、まあこれなんだけど、実はもうすでにここがLCK スプリング2017 SKT VSKT のオープニングの始まり方は、フェイカーが玉座に座って両端に選手がいる状態でスタート。ちなみに俺がこの時考えてたのは、これで下、ここにモニターがちっちゃく見えると思うんだけど、ここにモニターが映ってると思うんだけど、ここに、まあ今映ってるこの絵が出てるんだけど、めちゃめちゃネクタイがずれてることに気づいたんだよね、ここで。やばいと。やべえ、俺結構ネクタイずれてんな、これ直すんだよね。直すんだよね。で、ここでできたのがブロッコリーなわけよ。ここで出てきたのがブロッコリー生です。ちなみにこれがなんでブロッコリーで、なんで俺がブロッコリー食べたのかというと、フェイカーが髪の毛ブロッコリーに似てますねってファンに言われて、世界大会で優勝したらブロッコリー食いますって言って、世界大会で優勝してブロッコリー食べたから。そんだけ。フェイカーはもぎって食べたらしいんだけど、俺はあのフェイカーを超えるって言ってそのまま食った。ブロッコリーちぎって食べるんだけど、俺とは比にならん量食うから、見ててこれ。食いすぎ。俺とは比にならん量食ってる。ちなみにめちゃめちゃきつかったこれ。これむちゃくちゃきつかった、生のブロッコリー。何がきついって、これブロッコリーってさ、この緑の部分のプツプツがあると思うんだけど、このプツプツがもう口の中に散らばって、おえってなった後に、ここでブロッコリーを置こうとするんだけど、俺ここでブロッコリーを置こうとするんだけど、ここで気づいたんだよね。ブロッコリー掲げるんだったと思って、一番最初に。で、あ、危ない。リーグオブレジェンド奪還で、これ見えてないけどブロッコリー上げてます。全然なくならない、そんで。噛んでも噛んでもなくならない。
ブロッコリーが。いやお水もらっていいですか。あのこれまだブロッコリー残ってます。これクズハのオマージュじゃないです。すごいです今。これクズハの、ま、オマージュじゃないです。これ本当に水じゃなくて、これ本当に水が欲しかった。いや面白かった。一回その一番手前のじゃあ象の被り物してる方。これ象先輩ね。今日あのどちらから来られましたか。これもう一番前の席のこの柵の前に椅子があるんだけど、ゾウ先輩とミクロコーチが10人。いやこれな、いや俺このイベントで一個悔しいことがあって、そもそもなんでこんなにコーチいるのっていう話なんだけど、全体コーチ2人、ミクロコーチが5人、選手5人っていう、なんでこうしたかったっていうと、まあ、今回のテーマがレジェンズネバーダイだから、まあ伝説的なプロ元プロに来てほしいっていう話で、俺がやりたかったのは LCK の第10回これから2022年、 LCK スプリングスプリットファイナル、今までのレジェンドが最初に出てくるの、これがやりたかったの俺。これがやりたくて、これを演出入れてくださいって言ったんだけど、さすがにそんなスペースはなかった。で本当はこれ今これ全員並んでるじゃん、もうあまりにもパンパンだから、さっきゾウ先輩が座ってたミクロコーチの席、ステージに上がらずにコーチは最初からそこにいるっていう予定だったんだけど、いやもうあの最初に絶対出てきてくださいって言って、ほんま3日前だったよ、3日前かなんかにスペース的に乗れないかもみたいな言うから、いや意味ねえだろって言って、本番前の台本チェックの打ち合わせがあったんだけど、1時間のうちの45分切れてた俺がずっと。いやあの方法何でもいいから載せろよって、なんて人数なんだよね。そのせいでその日クソ忙しくてマジでゲロだった。いやまさか俺がこんな会場で緊張しすぎだった。はい、まあ一番マザーさんが緊張してたから、はい、アパメン本番です、どうですか。緊張してない、だってマザーさんマザーさん緊張しててステージ横からこうやって入るじゃん、入場って言って入る時にトイレ行っていいですか、あもう無理無理、は行きます行きますって言ってステージ行った。めちゃくちゃ緊張してます。めっちゃです。それではボットレーン関さんのさ ADC 関裕太、あーこんにちは。やんねえのかよって思って、これ関さんのオフイベといえばもうマイクなしでこんにちはーみたいなやると思ったらやらないし、メガネもここに入れないって。こんにちは。いややるんかい。はい、ちょっとこの2人だけでマジで見たいんだよな。そうです。信じてとしてこのコミュニティ、コミュニティリーダーといえばこの人でしょう。シャルズです。ちょっとこのコミュニティリーダーに言われるのをちょっと緊張するんですけど、今日はまあ2週間長い練習期間それぞれ高め合って勝たせに来たんですけど、オープニングムービー見て確信しましたね。スタンミを大西に来ましたね。神すぎ、スタンミを大西に来た。たぬき忍者さん、落ち着いてインタビューお願いします。はい、さらにガチガチにたぬき忍者なんでござるけど、まあ、途中そう、いった、ボディスラマー、ボトか、ボディブロック、さあ、後ろに入ってくる、グザ高血のまま、聖なる審判、いや、これもなぁ、あるはずしてんなぁ。ここ、エブ、クソ連打し安尾のことだけ見てて、イグさん、イグさん入れれ、野菜野菜イグさん入れれ、反り上げ中に、野菜野菜イグさん入れれ、イグさん、出たこれ、思い出した、これ思い出したわ、これ、ミトル入るの怖いってこっから、こっちから来て、ここピンみたいな、ここ通って、ピンピンピン、こっち通ってこっち通って。こっちから来て、こっち回ってこっち、ピンピンピン。なんか打ち上げの時になんかおぼが俺最後ボディスラム外して泉のダメージ受けかけたって言ってたの、この心のダメージ受けかけたって言ってたんだけど全然届いてない。
なんやねんお前。全然泉遠いやんけ。なんか調子乗ってボディスラム外して、なんか泉に入りかけたみたいな。くっそ遠いやんけ。どんだけ緊張してたんだよ。ね、あの受け継ぐものとします。おお、これ優勝。もう受賞旗みたいな。ぴったりすぎない。これマジで俺が本当に持ってるみたいな。次のシークレットショーは現場に最もぴったり来た人、アパメンさんでーす。なんと一歩差。これすごくない。これ阿部川さんさ、一歩、ここの一歩差だよこれ。ここの一歩差。これは俺あのこの画像、あの競馬の写真判定のやつ作ってって出てきた。これアパメンさん、まさか俺かというか、アーマー、アーマー値が一番高い人、おぼさんです。楽屋で最もお菓子を食べた人。これさ、いや俺は知ってたんだけど、あの俺 おぼとぼどかとタイミング一緒だったんだけど、楽屋入るタイミング、楽屋入った瞬間にめっちゃ甘い匂いして、はぁと思って、机の上見たらもう裸のシュークリームが6個ぐらい置いてあって、でもうカステラとかも机の真ん中にビヤー置いてあるの。本当にめっちゃ甘い匂いするのね、それが。でなんかこれドッキリかみたいなことをお前言ってて、横でずっとこれなんかあんじゃねえのこれ、ドッキリかみたいなこと言ったら、あのゼータのスタッフ来て、あすいません、あの27人分用意したらちょっと多すぎましたねみたいな、めっちゃ真顔で、俺27人分用意したんですけどちょっと多かったっすかねみたいな。似合ってますよ。似合ってるの。一回死んでも大丈夫。ちょっと待ってくれませんか。え、なんだなんだ、なんすか。え、見たことある大和だ。もう一戦やらせていただけませんか。やっぱ謝らない。おい、サルさん、さんは包丁はやっぱり謝らない。やっぱり謝らない。謝らないな、本当に。別に土下座したくてもいいのに。これさ、俺別に土下座しなくてもいいからね、これ。土下座とか書いてないからね。泣きの一回って書いてるだけだよ。なんかみんな土下座みたいな空気になってたけど、別に土下座してとか言ってないからね。それでは実況。ヒドピック、これはいない。ちなみに俺これ無言でシャゴピックした。ちなみに左下、みんなが話し合ってる時に無言でシャゴピックした。求められてるのはこれかなと思ってシャゴ出した。しかもね、何がやばいってめっちゃ決まったんだよね。いや俺シャゴね100戦やったと思うんだけど、そろそろ一番良かったこの時のシャゴ。俺一回もコールしてないからねこの試合。この試合ヒヒヒとか言って一回も一回も喋ってコールしてない俺。ろくにドラ行くかぐらいしか言ってない。なんかあやちゃんによると、俺さずっとシャコでさ笑う絵元やってたんだけど、なんか会場に響き渡ってたらしい、シャコの笑い声が。あやちゃん一人で見てたんだけど、なんか周りの人がなんかロル知らない人を連れてきてて、ロル経験者の人が、そのロル初心者の人に1試合目の時はなんか、あ、これでなんかドラゴン取ったらこうなるからみたいな感じでずっとなんか教えてたらしいのに、その知らなかった人の方に。でも2試合目は気象キモしか聞こえてこなかったし、周りから気象キモしか聞こえてこなかったらしい。まあ、あれがまああれがあるから行って帰ってるけど、あれと関裕太フラッシュアウト。始まった。これマジで決め。ウルト突っ込ませんの決め。TF 来てもう安心だと思うでしょこれ。TF 来たら安心だとしょ。まだなんすよ。あー、ベキユタリコールキャンセル。3度目。キモすぎ。いやこれは。で、ポジショリコ
取れれば、ちょっとボドカが孤立したか。これな、見えんよな。いや、ただボドカかなり硬いぞ。さあ、術式に入っていきました。囲まれた。この形になってしまった。さあ、続けてウルカにピッチング。実のアルティメットが入っていますが、ここクソ行きやってる。そして関裕太。ファーナム、さらにはゲールフォースを使って、イチキルしっかり押さえていく。合流しているのはスタッフです。こっちが偽物。うわぁえぐすぎ。さあ、クズハが。これえぐいな。そしてマジでえぐい。見つけた太陽ですが、ノックアップ。うえぇー。ほほほほほ。ここえぎ。スリーマンフィア。わ、これやべえ。これかやばかったの。これマジでえぐいくらい刺さった。これやばい。車庫エンゲージ。これやべえ決まりすぎ太陽後ろ向いてる間に終わっちゃうよここも気持ちよかったな太陽太陽イグゾーストかかってるからダメージ出ないよはいウルトでイエローカードかわすトゥルショットバラージシャガさん一緒に見ましょうこれ。シャガさん刺したらここで20万。いいものじゃない気してきた。嫌だよか。超巨大ねこれ。これいろんなねリーシンのスキンのポーズになってます。さあいろんなとこから見て。ほらサッカーのやつあんだよねこのこれマジでいい。このサッカーのやつマジでいい。これこれマジです。あと一個だけじゃあライジンさん今日の総括お願いします最後に。俺ですか、はい、どうでしたザカ戦これ好きでしたこれ好き何も言わねえのおぼにさもうしばらくロールはいいかって聞いたらいや俺全然やりたいっすって言ってたスターレルやりたいなとにかくいやゴールデンウィークガチでよかったマジで届かないウィポもやりたいし UFO の2機ももう見れるなでもシャンソン中で今俺モチベ高いのブレワイブレワイティアキンじゃなくてあそうだバロトラウマもねみんなやりたいって言ってたライジンさんが一番やる気だったなんかライジンさん前のバロトラウマめっちゃやりたかったらしいんだけどそのバロトラウマの回の時になんか喉なんかもう喋ったらずっと咳が出るみたいなの覚えてるなんか一回あったんだけどライジンさんその時期がその時にかにちょうど被っててなんか第2回目をずっと待ってたしバラトラウマやりたかったのにって言ってたUG 炎上マジでおもろいあれクリップないのあれマジで見たい本当に面白いあれ消してる消してる消してるめっちゃ燃えてるこれ下かオッケーこれ一瞬これジャパニーズコリアユーシって見えるのマジで面白い